ここで言うバンベルク市街は1993年にユネスコの世界遺産に登録されたドイツのバイエルン州バンベルク市の旧市街を指す。旧市街が世界遺産に登録された理由は第二次世界大戦期に実質的に被害を受けることがなく中世の景観が維持されているドイツでは稀な地域という点にある。2005年に市は 世界遺産としての保全活動を支援するために文献情報センターを設立した。この大聖堂は4つの戦闘を伴う高キロマネスク様式の建造物である。大聖堂は長さ約94メートル、幅28メートル、高さ26メートルで、戦闘の高さはいずれも約81メートルである。1004年に新生ローマ皇帝範利比2世によって、 最初の造営がなされ、1012年5月6日に建造された。1081年に火災によって一部が損壊した後、バンベルクの聖オットによって新たな大聖堂が建造され、1111 11年に建造された。現存する高キロマネスク様式の大聖堂は、その後の13世紀に完成したものである。収蔵されている数ある美術作品の中では、 まずはこの教会の根竜者である皇帝、ハインリヒ2世と、その妻国軍で皇后の壮麗な大理石の墓を、挙げておこう。これは、1499年から1513年に、彫刻家、ティルマン・リーメンシュナイダーが掘り上げたもので、彼の代表作とみなされている。他の大聖堂の宝物には、バンベルクの騎馬像として知られる彫像がある。おそらく、 コンラート三世の時期に属する、この彫像は、ほぼ間違いなく1200年頃のものである。また、大聖堂には、ローマ教皇クレメンス二世の墓もある。絵画的な、美しさを持つ、旧宮殿は、1591年に、バンベルク博の旧邸宅の敷地に建てられたもので、移行新宮殿が建てられるまでの司教の館になった。新宮殿は、当初は、司教領主によって、 1864年から1867年までは、元ギリシャ王を孫一世によって、それぞれ領有されていた。その壮麗なバラ園は、素晴らしい見晴らしを提供してくれる。城は、バンベルクの7つの丘のうち最も高い丘に、一致している。1251年から1553年の間、この城は、バンベルク司教の宮殿であった。1553年に、 ブランデンブルカ編狂博アルベルトに破壊され、以後は、わずかな修繕がなされた後監獄としてのみ使用され、次第に荒廃していった。1801年に、英会、マルクス博士が城を買い上げ、それを完全に修復した。彼の友人で有名な、ドイツ人作家 ET エイホフマンはこの城に強い、感銘を受け、しばらくそこで暮らした。次の所有者、 アントン・フォン・グライフェンシュタインは1818 18年に城郭保護協会を設立した。この団体は今も城のすべてを維持している。旧市庁舎。橋の上に立っていることがよくわかる他の特筆すべき協会には11世紀のロマネスク様式のバシリカ式協会堂であるヤコブ協会、セイマルティン協会、今は 本来の純粋なゴシック様式に修復されている1320年から1387年に建造されたマリア教会などがある。また、ミハイル・ソベルクにある復元された12世紀ロマネスク様式のミハイル修道院教会は、かつては1803年に世俗化されたベネディクト会修道院の付属教会だったもので、現在は、旧品院、博物館、 市営のギャラリーを含んでいる。下町につながる橋の中で最も興味深い橋は1455年に完成したオーベレブリュッケである。この橋の中ほどの人工島の上に1744年から1756年に再建された視聴者が立っている。かつてのイエズス会のコレジオである王立ライシュームには特筆すべきコレクションと30万冊に及ぶ王家の 蔵所が所蔵されている。街の中の文化財で特筆に値するのは、マクシミリアンの噴水である。この噴水には、バイエルン王・マクシミリアン1世、皇帝ハインリヒ2世夫妻、皇帝コンラート3世、バンベルク主教の聖オットーらの彫像が付属している。また、レグニッツ川沿いには、小ベネツヤと呼ばれる19世紀以降の趣向深い、 漁師たちの住宅が立ち並ぶ一角がある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。